お疲れ様です。長倉です。今日は、何歳からでも頭が良くなる方法について話していきたいなというふうに思います。まあこれはね、まあズバリ、読書をしろということなんだけれども、まずね、なんで読書が重要かっていうと、まあよく話してるんだけれども、まあ、全てのベースは読書だと思ってます。成功者で本を読んでない人っていうのは一人もいません。本を読んだ人が必ずしも成功するわけじゃないけれども、本を読んでない人が成功することは絶対ない。っていうのが、まあ俺がいろんな経験をしてきた中でね、いろんな人に会っていく中で分かったことなわけですよ。で、これはね、聞いたら、まあ絶対分かると思うんですよね。まあ確かにそうだなと。まあ実際データでもね、たくさん本を読んでる人の方が、年収が高いというデータはもう調べればね、いろんなところ出てきます。例えば読書、年収って調べれば、検索すれば、いろんなところにそういう話がね、載っています。なので、本当に、まあ、読書が非常に重要だということ。で、だから俺なんかもよく、まあ、モテる読書術ってのも書いたけど、よくね、俺なんかもその、読書しろなんて言うわけですけども、まあ、そこでいつも聞かれることはね、何を読んだらいいんですかっていうところなんですよ。で、何を読んだらいいんですかっていうのは、まあ、今日ね、その話をし始めると、すごく長くなっちゃうんで、やめときますが、じゃあどうやって読むのかっていうことなんですよ。だから闇雲に本を読みまくっても、あんまりメリットがないなっていうのがなんか最近すごく感じることで、じゃあどうやって読めばいいのか。で、ここで重要なのが、本をどうやって読むかなんですね。で、やはり俺は散々いろんなね、本を読んだりとか、まあ、いろんなノウハウを知ってきました。例えばじゃあ速読だとかなんだとかいろいろ見てきました。そんな中でやっぱり一番人生に有効なのは何か、読書を論理的にするということです。だから本を論理的に読むっていうことです。まあこの論理的っていうのはどういうことかっていうとね、本当にこう文章を、まあ主語、述語とかね、含めて分解してって、どこの要素が一番重要であったりとかね、いうことを、ちゃんと理解しながら読み進めるってことが非常に重要なんです。なので、まあ俺がね、一緒に仕事させてもらってる、出口博士先生っていうね、現代文のカリスマ講師の方がいます。で、彼は、ひたすら、論理的に、読解する方法っていうのをずっと教えてきました。で、この前も話聞いたらですね、今、出口先生は、まあ、幼児向けにもね、教育をしてるみたいで、で、その、小さい時から、2歳の時から論理を教え続けた。ね、その子は今、小学校6年生で英検1級を取り、数学は大学院レベルをやってるということなんです。だから、ここからね、分かることは何かっていうと、すべては読解力であり、すべては読書からなんです。多くの人がなぜかお金の稼ぎ方とか、どうやったら人生うまくいく方法があるのかってことばっかり考えがちだけど、あくまでも読書がベースにあってその先なんだよね。あくまでも読書がベースにあってその先だと、このことをまず理解する必要があるよということなんですね。なので、まあ俺たちはその人生をうまくいかせようと思ったら、まず本を読むこと、そして、論理的に本を読むこと。そして論理的に本を読むと何ができるかっていうとですね、そもそも早く読めるようになります。そして頭の中が整理されるので記憶も、されます。そして、頭の中が整理されることによって、その得た知識をですね、活用できる。つまり、思考できるっていうことなんです。よくね、なんか俺なんかもよく自分で考えろなんて言いがちなんだけど、日本の学校教育においては、やっぱり自分で考える能力っていうのは非常に制限されていくわけです。これどういうことかっていうと、日本の、教育においてはですね、まあ自分の意見を言わせないという教育を散々やっていると。いうことですね。まあ俺もいろんなところで言ってますけども、とにかく小さい時からものを考えさせないのが日本の教育だと。特に国語の授業なんていうのはもうなんとなくで回答してなんとなく当たればいいみたいな、そういうね、風潮が多い。その結果、僕らはその読書力がもうつかないし、読解力もつかないという状況になってしまっていると。でもこのね、読解力とか読書力とか、読書の仕方みたいなところ、論理的に読書をするって方法は、何歳からでも身につくということなんですね。なので、だから実際ね、出口先生がなんでカリスマ講師になれたかというと、まあ現代文がどうやって勉強したらいいか分かんないわけですよ、多くの人は。ね、学校の先生はね、たくさん本を読めとか、適当なことばっかり言うから。でも、出口先生のやり方っていうのは、本当に、誰もが、現代文が読めるようになった。要するに、つまり読書が誰もができるようになる。その方法なわけですね。で、読書ができるようになったら、読書は楽しくなるんです。これはでも絶対そうなんです。人間っていうのは新しい知識に対して、まあ、はしょると快感物質が出るようになってるわけです。だって新しい情報に、敏感じゃなければ身の危険があるわけじゃないですか。ってことは、人間の生存するためのスキルの中にそれが入ってるってことなんですね。なので、そう考えたときに、ぜひね、考えてもらいたいのは何かっていうと、論理的に、読む。そして、読書が楽しくなる。そしたらたくさん本が読めるようになる。
たくさん本が読めるようになったら、必然的に知識もつく、見える世界も変わる、考え方も変わる。それも出口さんが言ってたんだけど、話し方も変わると。論理的な頭を使えるようになると、話し方も変わる。話し方も変わったら人間関係も変わるというふうにね、大きく人生が変わりますよと。だから今日はとにかく読書をしようと、論理的に読書をしようという話を、させて、もらいました。また次回お会いしましょう。